中村屋は神奈川県海老名市にあるラーメン専門店。中村屋ラーメン市を1999年に店主の中村久尻が22歳の時に開店したラーメン店で当時の最寄駅は小田急江ノ島線高座渋谷駅。豚骨及び鶏ガラを主体とした出汁に魚介の出汁を合わせた透き通った汁が大きな特徴で鯨県の影響が認められるが店主が 北米留学中にインスタントラーメンを基本に独学で開発したと答えている。このようなラーメンを一部の雑誌、ご当地ラーメン分野などにおいて、神奈川県内の同系統のラーメンを分類する目的で、神奈川探麗系、または神奈川探麗系と表現している。木以外の具が載っていない、かけそばのメニュー採用、中村久しりが湯切りの際に行う独特の動き、 22歳の若さで、ラーメン店を開業したことなどから、まずラーメン愛好者の間では大となり、続いて、石上秀幸、大崎博などの評論家が、雑誌、インターネットなどで、中村屋を紹介したことで、広範囲なメディアにて、その存在が取り上げられるようになった。2001年には、講談社の雑誌東京一週間で、毎年開催されている。 ラーメンオブザイヤーにて優秀賞を獲得。2002年には、同賞の醤油ラーメン部門にて最優秀賞を獲得した。また、2003年には、日本テレビが制作したテレビ番組にてグランプリを獲得している。2002年には、十勝新津製麺から中村屋のメニュー、かけそばを模したカップラーメン、中村屋かけそば、塩が2006年11月27日には、 中村屋かけそば、醤油が発売され、各コンビニエンスストアで購入が可能であった。中村屋は、大和店以外にも、神奈川県海老名市に、ラーメンのメソッドを応用したディナーコースを提供する、名所、中村屋エッセンスを営業していた。また、中村久しりの実景、中村広人が、中村屋の製法をベースにしたラーメン店、ツンとバー、アフリを営業している。 山都市の区画整備に伴い、山和店での営業は2007年4月13日をもって終了し、4月27日より、神奈川県海老名市の中村屋エッセンスに移転統合し、中村屋海老名店となった。これに伴い、中村屋エッセンスは不定期営業となったが、2009年7月2日に休止が発表された。2010年8月1日、支店として、 中村屋吉祥寺店が開店したが、直営店ではない。運営は、ムスキー社であり、ウェストパークキャフ代表の鈴木康弘であるが、中村屋としては、迷惑している模様。2009年11月より、通信販売を開始したが、吉祥寺店の開店に伴い2010年中盤以降休止となっている。2007年9月14日、中村屋としては、初の支店となる。 移動式ラーメン店、中村屋キャラバンが登場。常設営業地は、長野県下稲郡に八村の昼神温泉。ドラマ、温泉へ移行後の舞台となった昼神温泉の旅館、石体亭石田が運営し、不定期に近隣地域のイベントに出張して営業する。中村屋は、乗れ分けはしない方針であったが、以前昼神温泉にあった、ラーメンバス店主が亡くなったことにより、 いわゆる屋台ラーメンが廃業。一つの名物だったラーメン屋台を中村屋の看板で復活させたいとの声を聞き、お役に立てるのなら、と承諾。店舗はアメリカ製、ヴィンテージキャンピングカーエアストリーム、牽引するのは、ホードブロンコ。ありがとうございます。